皆さんおはようございます、金太郎です。今回もね、飲ませ釣り1本で、青物そしてヒラメをね狙っていきたいと思います。よかったらね最後までご視聴いただけると嬉しいです。それとね、この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録そしてね高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、行きます。ありがとうございます。はい、ちょっと後ろ通りますね。あ、サバ。金ちゃん、サバってどないしょる？ぽいで。あ、ぽいっすか。ちょっとごめんなさい。はい、でかいっすか。でかいっすね。はい。外しましょうか。はい。何匹ぐらいいます？20ぐらい。この調子でいっぱい釣ってくださいね。ちょっと上げてきました。そうですよね。入ってますか。はい、わかりました。からのやつもらっていいですかね。はい、すいません。はい、すいません、餌、はい、わかりました。すいません、後ろ通ります。
いところですよ。そこついてね、急ぎましょうか、お願いします。こっちが通りますね。はい、巻いて巻いて。あ、ちょっと待ってね。はい。
巻いてください、巻いてください。巻いて。横波に気をつけてね。あとちょっと後ろで引っ張り合いたね。はい、巻いていく、巻いて、巻いて。はい。青物を振って。あとは張り外しましょうか。針は外してます。そのまま竿を立ててください。立てて。はい、OK。外れました、ちょうどエッジで滑って全然緩めてくれるんですね。向こうもね、かかってたんですよね、かかって。次捨てください。
ですけどね、僕も引き方がね、まあ、すれがかりやからあれですかね、あ、ちょっと楽しいです。やったー、おめでとうございます。ちょっと後ろ通りますね。はい、皆さんお疲れ様です。今回のね、釣果はこんな感じでした。ちょっとね、根魚少なかったんですけれども、青物はね、クーラーパンパンになるまで釣れました。またね、こんな感じで釣果 Vlog アップしていきますので、ご視聴よろしくお願いします。あとね、まだチャンネル登録されてない方は、チャンネル登録、そしてね、高評価よろしくお願いします。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。